ロバート・フリップ、ロバート・フリップ、ロバート・フリップ、1946年5月16日隊は、イギリス出身のミュージシャン、ギタリスト、作曲家、プログレッシブロックの代表的バンド、キング・クリムゾンのギタリスト兼リーダーである。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第42位、2011年の改訂版では、 第62位。幼少の頃から地元のクラシックギター教室に通っており、同じギター教室には後にキング・クリムゾンを一緒に結成することになる、グレッグ・レイクも通っていた。18歳で、ボーン・アスのマジェスティック・ホテルのジャズバンドの専属ギタリストになり3年間ステージをこなす。前任ギタリストは、アンディ・サマーズ。1967年。 あとのキングクリムゾンのメンバーとなる、ジャイルズ兄弟、マイケル・ジャイルズ、ピーター・ジャイルズとの3人で、ジャイルズ・ジャイルズフリップを結成して、アルバム1枚を発表する。このバンドを母体に、イアン・マクドナルドとグレッグ・レイクが参加し、キング・クリムゾンへと発展することになった。1969年のバンド結成から現在に、至るまで、ロバート・フリップは、キング・クリムゾンにおける、 主導権を握り続けている。本人は否定しているが次に強権的なまでのリーダーシップを取ることあり、それがバンド内に亀裂を生み出すことがあった。メンバーチェンジなどの人事的な決定権も握っており、ピート・シンフィールド、作詞担当やデビット・クロス、バイオリンの隊も実質的にはフリップによる解雇だと言われている。そのリーダーシップと、 厳格な音楽への取り組みによって1960から1970年代のプログレッシブロックムーブメントを支え、その語義通りの音楽スタイルから多くのアーティストに影響を与えてた。特にインプロビゼーションを主体とした演奏方法で人気を博した。デビューアルバム、クリムゾン、キングの宮殿、1969年や、デッド、 1974年における彼のギタープレイは常に高く評価されている。しかし本人はそうしたプログレとしてのイメージを刷新するごとく音楽的な変化を求め続けており、キングクリムゾン自体のサウンドも時代時代によって大胆な変遷を取った。キングクリムゾンでの活動以外にも様々なアーティストと交流を持ってきた。デビット・ボーイ、ブライアン・イーのピーター・ガブリエル。 ダリル・ホール、デビット・バーン、トーキング・ヘッツ、アンディ・サマーズ、ポリス、デビット・シルビーアン、ジャパンと、そうそうたる個性派の面々と、音楽活動を共にしてきた。1974年のキング・クリムゾン解散後、もうギターは弾かないと決心し、半ば音楽業界から引退状態にあったが、デビット・ボーイとブライアン・イーノの呼びかけで、音楽活動に復帰したと、受け意いがある。また、 フリッパートロニクスやサウンドスケープと呼ばれる自身が開発した機材のライブ音源などを収録したソロワークやリーグオブジェントルメンプロジェクトといった外部ユニットの作品も多数発表している。名優、いいのと同じくマイクロソフトウィンドウズの起動音、いいのはマイクロソフトウィンドウズ95、フリップはマイクロソフトウィンドウズビスタの制作を手掛けた経験も、 2012年のフィナンシャルタイムズとのインタビューで、ユニバーサルミュージック社との判決をめぐる係争に集中するためとして、ミュージシャン活動からは引退したと明かした。しかし、翌年9月に係争が決着するめどが立ったとして、ミュージシャン活動への復帰とキング・クリムゾンの再始動を発表した。ビートルズやジミ・ヘンドリックスのファンで、ビートルズに関しては、 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドに感銘を受け、ミュージシャンを志したほどだという。ちなみに、初期のクリムゾンは、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズをカバーしていた。ジミ・ヘンドリックスに対しては、天才だと称している。ヘンドリックスも、フリップのギタープレイに感銘を受け、フリップのライブを見た後に楽屋を訪れた際、心臓に近い方の左手で握手してくれと頼んだという。 ちなみに、フリップもヘンドリックスも左利きである。その他の思考としては、20世紀前半に活躍した、クラシック音楽の作曲カバルトークも好んでおり、緻密な構造や旋律主体の楽曲など、作風にも影響が見られると言われる。ロックのギタリストとしては珍しく、常に椅子に腰掛けてプレイすることでも知られる。いわゆるリードギター的な主張には乏しいものの、 バッキングとするにも強烈なパッセージや複雑なリックを機械的正確さで引きこなす。シーケンシャルなプレイが文字味である。フラクチャー、砲台、突破口などに代表される激しいアルペジオやブリューのバックに徹する時の独特のエフェクト使い、ライブにおける奔放なインプロビゼーションでも知られていい。クロマチックスケールの多様も特徴。ギブソン、フェルナンデス。 東海楽器製造などのレスポールタイプギター。ギターシンセとしての機能とサスティナーが付いたものも使用。80年代は GR ギターシンセサイザーを使用していた。レコーディングではストラトキャスター等を使い分けている。使用しているアンプについては3 of a perfect pair。アルバムの時期にはローランド社製のトランジスタアンプ JC-120。デジタルアンプがブレイクした時期には ジョーンソン社のデタルアンプを使用していた。使用エフェクトは、コルグの A-1、A-2、プログラムできるタイプのサンズアンプ等。使用機材に関連することであるが、レコーディング時ギターの音をより豊かにするためあらかじめ、録音したギタートラックの音を JC-120 で再生し、さらにその音を録音するという手法を用いていた。1980年代。 2014年頃のツアージセッティングは、ミュージックレーダー記事に詳しい。それによると、ローランド GR-1 ギターシンス、US20 スプリター、フラクタルオーディオシステムズアシェ FXE、XL、サウンドスカルプッチャースイッチブレード、イブンタイド H8000&H3000、3500、イブンタイドエクリプス、ロクトロミディレーダー、ボスエクスプレッションペダル、などを、 主とととししてて使用しているとのことである。のこであ変速チューニングを常用する。始めたきっかけは、NY のサウナに入っていた時に思いついたとギター、クラフトのインタビュービデオで述べている。雑誌等の記述によると変速チューニングを用いるようになったのはまだビギナーだった頃たまたまギターを弾いているのを聞いた近所の人に演奏が下手だと言われ、その後変速チューニングを用いて演奏するように。 なったとも述べている。フリップが用いている変速チューニングの故障については、フリップ自らがチューニングと呼んでいた時期がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。